田島です。おはようございます。サクセスハッタービルの1階セブンティーンのお店に来て、今日はお見合いやってくれるということで今日集まったんだよね。はい、イエーイ。うちの社員が、やっぱ職人さんが好きって、YouTube 見たことあるんだよね。あります。うちの YouTube もちろん。めっちゃ見てますみたいな、お母さん言ってたよね。そう、最初会った時、ママ何か道場の人ねえねえとか言ってるから、言ったの？そうだよ、あ、それで言っとったの？そうだったら、うっそーとか言って興奮しそう。で、まぁ、今回でママがちょっとじゃあ綺麗な子を、まあ、二階堂さんみんな好きな子いっぱいいるから、はい、女性集めますと。はい。で、声かけてくれて、じゃあ俺も男性じゃ集めるわ、その今。二階堂さん、口悪いからね、みんな。覚悟してる。大丈夫ですか、皆さん。ちょっと綺麗な子集まってくるって。約1名、ちょっと向こう。約1名、ちょっとあれ、誰？いや、ここ本当は面白いから、サクセスあったの、1階のオープンしたばっかで、セブンティーンって店だけど、はい、ママで、お母さん。大ママです。大ママで、大ママは俺の後輩なんだよ。1個下だね。1個下で、で俺は知っとったんだよね、もともとね。で、これが妹、ママの、あ、大ママの妹でしょ。違う大ママの妹でしょ。じゃあ、とりあえず始めましょうか。はい、お願いします。皆さん、グラスを変えてください。それでは乾杯の温度を取りたいと思います。いきます。はい、カプス、よし、けっ、はい、よし、よし、けっ、けい、おしゃーけよ。お前、わかる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 わかぬりかべ。はい、いや、そんなこと言うけど、俺も22の時もあったし、23の時もあったよ。それ今何を言ってるんですかって話になるんですよ。あ、こっちから見んね。あ、まやちゃんです。これ店の子でしょ。はい、そうです。店の子だよね。まや。まやちゃん。好きなタイプを。好きなタイプです。優しい人です。急に来るな。優しい人です。優しい。めっちゃ優しい。いや、手で食べる。食べる。あと食べる。それは優しくない。今日の意気込みは、今日だとお見合い企画だからね。あ、そっか。うん。頑張っていい人に見えるようになります。いい人に見えるよ。どういうこと？性格悪いんだ。それ一言言ったら性格悪いよ。何歳？23歳です。普通に可愛いよな。でもやれるよ。やれるよ。それいい。そうでしょ。やれるじゃん。あんまり言ったら。でもワンチャンやれるかなっていう。それ今の流行りだ。今の流行りです。で、まやちゃん。はい、お願いします。まやちゃん、お願いします。はい。セリナです。セリナです。嫁の名前と一緒です。あ、マジで？じゃあ、一回、ちょっと読んでみ。嫁の名前でしたら、一回読んでみ。セリちゃん、飯食った？何を言ったの？さっき読むじゃん。そこ、乗った。ちょっと今のちゃんの面倒お前。あ、セリナちゃん、よろしくお願いします。22歳。あ、下なんだ。今日の意気込みとかありますか、ママ。今日はお見合い企画ということで。はい。イケメンなお兄さんたちが。イケメンだと思います。イケメンですよ。イケメンですよ。誰に？ワイルド系みんな。お見合い企画あれ今日。はい。頑張っていきましょう。頑張りますよ。はい。言え放題ですからね。言って、あ、違う、とりあえず振りたいんだね。ちょっと一回聞きしよう。
だって1万少ないじゃん。1万だったら今のはキングロードぐらい。1万目は何マジで4万マジで1万やったら見てくれますか。あ、じゃあ頑張る発想いいわ。全然違う、こ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 う、次は誰が一番青いけど、ごめんなさい、ビンディーベル。お誰誰誰2秒マジで。いや、じゃあ、ちょうど見るの。まあ、面白くねえやん、もう帰るの。やっぱ、かっこいいんだ。社長、やっぱり今度からなんか動画して、坂本さんやるのやめません。やめません。もう準レギュラー。何ですか。いや、俺準レギュラーじゃん。俺の2階の準レギュラーじゃん。最後大鳥がいるから最後大鳥がいるから いや、俺そういうのやる、そういうのやる、そういうのやる。そうだよ、本当に見た感じ、見た感じ、見た感じ。そういう営業。おい。いや本当に顔が濃いんだ、ケンちゃんは。好み。まあ、全部トータルってことで、喋っとって。トータルそうですね。お父さんと呼べや。じゃあ俺、お父さんと呼べ。お父さんやっちゃうよ。じゃあ、うんこしたときです、これ。いや、マジ無理。マジ無理って言うから、まずいです。そんなお前、仕事中なんだよ、そんな怒んなよ。いや、ちょっと無理ですね。なんか、ずっと着てたんですよ、私。お酒なんで、音。ほんとの音の。何が気になるの。いや、なんか、顔もだし。顔も全否定。そんなお前、仕事中の仕事だろ。声でかいんだよ。あ、なんか、暮らしのとはいえ、なんか、ちょっと。確かに。メモさん、一度だけ言っていい？ちょっと匂ってごん。おならの匂い。いや、マジで無理。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 ミッチ、それはいかんすね。ミッチ、なんだ、ちょ、なんだ、何見た。おならして、じゃあ、ママちゃんやらしてよって言っただけです。いや、言っとる。もう言っとる、それは。それも普通に口説いとる。いや、もう、ちょっと、社長、もう連れてこないでもらっていいですか。マジ。この方だけ。で、言い過ぎじゃないですか。で、言い過ぎじゃないですか。ちょっと、酒入ったらブチ切れるタイプ。完全にドッキリ失敗。完全に失敗だったよな、今。もうやり慣れてないのが半端ない。むずいっす、これ。いや、もっとね、ガチ切れしたとこいい。あ、もうドッキリだ。ここに出ちゃうもん。シリセンください。投げ銭。お疲れです。はい。完全に失敗や。優しいね、優しい。完全に失敗や。もうあいつ絶対、あ、こいつもう分かったな、分かったな、分かれとるんで。じゃあ最後に、店の宣伝だけお願いします。11月にオープンした、中川区八田駅にある、サクセスハッターセブンティーです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後いっぱい揃ってます。そうです。また見てねー。またねシーッとしちゃったね。いいねもよろしく。いいねもよろしく。はい、よろしくねー。ラスト